こんばんは。未来パレット年内最後の放送です。この番組では選択肢が増えた現代ならではの生きづらさにアプローチしていきます。スタジオにゲストさんをお呼びし、これまで描いてきた過去、そしてこれから描いていく未来の形をインタビューを通してお伝えしていきます。それでは早速お呼びしましょう。今回のゲストさんはこちらの方です。自己紹介お願いします。はい、ハロー、アンニョン、義手ギタリストのリサ13です。活動、普段どのような活動をされているか伺ったんですか？普段は、はい、バッドベイビーボムっていう4人組のガールズバンドをやっていて、はい、結構ポップだったり、みんな初めて聴く人も聴きやすい感じの音楽性のなんですけれども、はい、見た目はこういう感じでレザージャケット着て、ちょっとバチバチにかっこいい感じ、はい、そうですね、ガールズクラッシュ系のビジュアルでやっております。そこで義手ギタリスト、はい、作詞作曲、あとはこういうビジュアルのね、ファッションとか、はい、映像のこうなんて言ったらいいですか、全部こういうその考えたりすることもやっていますね。じゃあもうプロデュース含めて、そうですね、個人プロデュースですか？もうほぼそういう感じで。あ、そうなんですね。やっています。他の方が運営されてるというよりも、もう個人でメンバー自分たちで。あ、そうなんですね。いつ頃から活動されてるんですか？活動は2019年からそのバンドはやってますね。はい、どういう風に結成されたんですか？もともと私がそのバッドベイビーボムの前にやってたバンドがあって、はい、でそのバンドがモスイナイラクっていうバンドだったんですけれども、活動休止するっていう風になった時に、はい、やっぱファンのみんなにまた会える場所を作らなきゃいけないって思って、はい、だと個人的にも音楽はずっとやっていきたかったので、でそこでそのモスインライラックで一緒にやってたベーシストのなるみっていうなんか小柄な小動物みたいなベーシストなんですけど、はい、彼女と一緒になんか新しくバンドやろうかって言って作ったのがこのバッドベイビーボムになります。なるほど。でそこから4人組で活動されて、そうですね、メンバー見つけて、現在コロナ禍で活動難しくなってると思うんですけど、はいはいはい、どんな活動されてますか？今は本当にライブ活動だけできないので、もうそれ以外のことだったらメンバーで集まってリハーサルしたり、あとは、まあ、ミュージックビデオの案を考えたり撮ったり、あとは音源制作ですねとかできるので。音源制作までされてるんですか？します、します。今その作られてる楽曲とかも全部私が作ってますね。あ、そうなんですね。メンバーの皆さんと一緒に、一緒にっていうのもあるんですけど、主にメインで私が曲は書いてます。はい、あ、そうなんですね。大変全員ギターの方なんですか？ギターが私と、はい、でボーカル、ベース、ドラムで、全部違う楽器だったりするじゃないですか。でそれを全部書かれてるんですか？あ、全部やります。大変ですね全部分かってないと書けなくないですか？そうですね。でもやっぱりこう、2013年から私はバンド活動とか音楽活動してるので、もう慣れました。さすがですね。なるほど。ではそんなリサさんなんですけれども、具体的にいつ頃からギターに興味を持たれるようになったんですか？はい、小学校高学年の頃はですね、かなり早い段階で。そうですね、ギターに興味を持ったのはその頃です。それまで母が音大でピアノやったり声楽やったりってやってたので、なので私がもうちっちゃい頃からピアノは結構親しみのある楽器でやってたんですけれども、やっぱその小学校6年生だからそれぐらいの時に、布袋寅泰さんっていうギタリストの方と、あと XJAPAN っていうバンドのヒデさんっていうギタリストの方がいるんですけれども、その2人のプレイスタイルを見た時に、ああ私もこういう華やかなプレイしたいなと思って、すごい印象的だったんですね。はい、でも私も同じようになりたいって思ったところからギターになりました。ピアノからギターにピアノでその華やかさを表現したいなとかはなかったんですか？なかったんですよ。もうギターでやりたい。ギターのもう動き回れるじゃないですか、はい、ギターって。あ、確かに。だとその場ですよね。その場で、そういうところに。テレビですか？テレビとかビデオとか、はい、DVD とかいろいろ見て、はい、で感銘を受けて、そうですね、ギターを始められたと。
その後は音楽系の学校とかに進んだ。高校にその音楽の専攻がある学校を選んで、はい、でそこでギターを習ってですね。高校に入る前まではもうずっと独学でやってたんですけど。あ、独学だったんですか。でもやっぱりこう他の人からの知恵もちょっと引っ張りたいなって思って、はい、で通って習いました、はい、大学は？大学はもう高校卒業したらずっと私ライブハウスでライブやってたんで、はい、なので大学は行ってないんですよ。あ、そうなんですね。もうずっとそこからは現在までバンド活動をやってます。なるほど、ありがとうございます。ではちょっと義手ギタリストということで、はい、手の方を見せていただきたいんですけど、普段はどういう風に楽器を弾いてらっしゃるんですか。普段は私と父と一緒に作ったこの義手ピックがあるんですけれども、はい、これ本当にアルミの1枚から削り出して、でレザーも切って縫ってって感じで、もう全部既製品じゃないんですよ、これ。そうなんですね。作ったものなんで、はい、これでちょっと弾いてますよ。でも唯一無二の。そうですね、売ってないです。世界の一つだけの売ってないんですよ。手のことについてちょっと伺いたいんですけど、はい、大丈夫ですよ。どういう経緯でその義手をつけて生活するようになったんですか。本当に生活では私義手って作ったこともないし使ったこともなかったんですね、はい、本当にこうギターを小学校6年生の時にお年玉で買うまで、あれどうやって弾こうってそこから入る人だったので、はい、もう義手をつけて生活するってことが全くなくて、はい、ギターのためにやっとこういったものをつけてるってだけで。あ、じゃあギターをつける前はギター、うんうん、特に義手なしで生活されてたて。そうです、うん、生まれた時からですか。生まれた時からです。先天性ですね、私は。でもその状態でずっと生活されてきて、はい、そうですね、初めてギターで義手。そうですね。現在もじゃあ普段は義手全く使ってないです。使ってないんですか。ただ、はい、今ちょっとこれアフレコな感じなんですけど、これ特別に言いますね、はい、ありがとうございます。なんか私パラリンピック閉会式でギター弾いたんですけれども、はい、その時にその映像を見た方が私に義手を作りたいって言ってくれて、なんかその方がこれから義手を作ってくれるみたいです、はい、そこで初義手になると思います。そうなんですね。すごい、パラリンピックの閉会式に、はい、バンドの皆さん、私個人です。あ、個人で、はい、すごい、ね、でそこで視聴者さんの方ですか。はい、そうですね。が感銘を受けて義手を作ってください。はい、いつ頃完成しそうですか。2月3月かな。2月3月ね。じゃちょっと情報を楽しみにしています。はい、はい、というわけでそんなリサさんなんですけれども、はい、今後どのような活動をされていきたいか教えていただきたいです。今後はやっぱり、はい、バンドがやっぱ私はメインなので、はい、今も全くコロナでライブ活動ができてないので、まずライブをしてお客さんに早く会いたいですね。あ、そうですね。目先の目標としてはそれです、はい、でもやっぱりこう大きなイベントとか出たいし、メディアにももっとどんどん出ていきたいなって思っています。なるほど、メディアに出られる予定、ご予定が。私個人ではあるんですけれども、はい、バンドではまだないので、まあ、なるほど、バンドの皆さんと一緒に、はい、っていうことですね。そうですね。じゃあ最後にこちらを持って一言お願いします。じゃじゃじゃーん、はーい、世界をバッドベイビーボム色に染めていくよバッドベイビーボムとは私のバンド名です。このバッドベイビーボムっていうのは、なんて言ったらいいんだろう、結構みんなビジュアルでは近寄りがたい感じするんですけれども、本当にこうボーダーレスって意味ですけど、ボーダーレスなバンドだと思ってるんで、世界がもっとそうなればいいなって思っているし、はい、いろいろ含まったものですね。なのでこれの意味もっと知りたかったら、私のバンドの音源を聞いていただければわかるかなと思いますはい、皆さんぜひ聞いて
ください。ありがとうございます。それでは最後に視聴者の方に向けて一言よろしくお願いします。はい、皆さん、まだまだコロナ禍だとは思いますけれども、皆さんちゃんと食べてちゃんと寝てください。これは私がいつも言ってることですけれども、皆さんの健康が一番ですよじゃないと私のライブに来れないからねはい、ぜひ健康に過ごして、はい、コロナが落ち着いたらライブの方に足を運んでください。はい、それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。年内最後のミライパレットのゲストさんはリサさんでした。次回からもゲストの皆様と一緒に未来を描いていきます。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。東京ボーダーレス TV。